今年リバイバルヒットした最勇気、昭和53年にドラマ化された時は夏目雅子さん演じる三蔵法師が話題となりました。その最勇気の主題歌で一躍全国的な人気となったのが五代悟です。はい、五代悟の竹川幸秀さんです。どうもこんにちは。どうもお願いしました。7年ぶりの再結成ということですけども、はい、どういう思いがおありですか？やっぱりですね、団塊の世代っていうのは僕らよりもうちょっと上なんですけどね、はいはい、でもまだまだ頑張れるんだぞというところをですね、やっぱりエールを送りたいという気持ちが大きいですね。僕らね、実は30周年なんですけども、はいはい、前よりいいですね。前よりですか。ご自身でおっしゃるんですから素晴らしいと思います。うわ、楽しみですよ、はい、じゃ私五代悟大好きなんですよ。そうなんですよね、おっしゃってました。リクエストしたんです。ありがとうございます。準備の方よろしくお願いします。はい、どうも。はい、竹川さんの全部英語の詩、それを聞いてですね英会話を始めたという若者もあの当時すごく多かったんですよね。マーキーマーディック、マーキーマーディック、そうなんです。そこでですね、彼の魔法ですね。五代悟でヒット曲2曲、ガンダーラ、そしてモンキーマジック、2曲続けてどうぞ。リクエストは東京都の渡辺美穂子さん。中学時代なかなか仲良くなれなかったこと、五代悟の話をきっかけに親友に。下校途中のトンネルで2人ガンダーラを熱唱しました。そこに行けばMagic, Monkey Magic,
Magic。